中谷大輔は、日本の政治家。民主党所属の元衆議院議員。1978年、山口県宇部市生まれ。宇部市立藤山小学校、藤山中、山口県立宇部高等学校、九州大学教育学部を経て、九州大学大学院人間環境学部修了。福岡県人権研究所研究員を務める。2005年、 第44回衆議院議員総選挙福岡7区から立候補するが落選。2008年、次期衆議院議員選挙で福岡7区の公認内定候補として決定していたが、代表の大沢一郎によって野田邦義に差し替えられる。2009年、第45回衆議院議員総選挙比例九州ブロック単独候補として立候補するが辞典。 2010年9月、比例九州ブロック復活当選の後藤秀友が、辞職したため、繰り上げ当選。2012年3月24日、民主党山口県連の定期大会で、同党最高顧問の菅直人の同席の下直次期衆議院議員選挙で、山口3区の公認内定候補として擁立される、ことが発表された。同年12月、 第46回衆議院議員総選挙で自由民主党の河村武雄に大差で落選。2013年4月中央仏教学院に入学。ありがとうございます。